はい、私どもではですね、中小企業の役員様向けに役員報酬最適化という情報をお伝えをしております。役員報酬の年間総額は変えないで、支払い方だけを変えることで、役員さんの分の社会保険料が毎年大幅に節減できます。あるいは、シニアの役員様で報酬が高いため、老齢厚生年金が支給停止になっている方が多いと思うんですけれども、そういった場合でもですね、役員報酬最適化、年間総額ね、役員報酬の年間総額は変えないで、支払い方を変えるだけで、老齢厚生年金が支給停止にならないで受け取っていただくことができます。現在、特にですね、シニアの役員様がいらっしゃる企業さんからもですね、お問い合わせをたくさんいただいております。ご興味がございましたらお問い合わせください。